皆さんこんにちは、むちょと申します。今日はですね、私の出資場の地獄と天国ということで、まあ若干ね、ちょっと地獄要素の方が強いかもしれませんけれども、まあ本当ね、私史上最高レベルのショッキングなニュースっていうのが来てしまいましたんで、ご紹介していきたいなと思います。まあまずはね、その絶望の部分から語っていきたいと思うんですけれども、もうこれはですね、私一人では辛すぎる案件ですよ。こちらのね、私初の40区出資場のアイベラちゃん、もうそのね、思い入れたるもの、本当にね、凄まじいものがあるっていうのはね、もう金銭的に言ってもご存知の方も多いかと思うんですが、前回の3月4日のレースでは2着まで入りましてですね、いや本当に次帰球した時はですね、勝ちっていうのも、まあ、見えてくる段階になったんじゃないかなと思ってたわけなんですけれども、まあ、短期放牧後ですね、3月30日に帰球しまして、さあこれはレースプログラム的に言えば皐月賞デーのダート牝馬限定戦で使えるかっていうぐらいだね、予測もしていたんですけれども、そのたった1週間足らずでの帰球後初の近況更新で何が起こったか、もう思い出したくもない4月5日のことなんですけれども、なんとまさかの全治3ヶ月の骨折判明でございます。いやー、もうそれはないでしょうっていうね、この衝撃、いやあまりにギャップがありすぎる。勝ち寸前の手応えから一気の3ヶ月骨折ですよ。いやー、これは痛すぎる。まあこれまでもですね、出資馬の骨折っていうのはなくはなかったですけれども、結構もう勝ち上がってる馬だったりね、もう無勝利も終わった段階とか、そういった馬が多かったんですけれども、いやバリバリのこの未勝利戦、勝ち上がるか勝ち上がらないかっていうタイミングでのですね、いや3ヶ月骨折っていうのはもう泣けるとしかちょっと言いようがないですね。まあご存知のようにですね、 JRA の最後の未勝利戦っていうのは夏のローカル終了時点で終了と、去年で言うとカイザーレオンがまさにね、最後の週の勝利でしたから、まあ、9月3日になったわけですよね。でまあ今年も当然それっていうのは変わりないわけですから、まあ、仮にここからね、4月5日から3ヶ月休養して、まあ少なくとも7月の5日までは単純計算して出られないと。でそこからすぐに出走できるってわけでもないでしょうから、まあ立ち上げてね、普通にレースに出走できる状態まで持っていくっていうのもやっぱり1ヶ月ぐらいかかってしまうのかなっていう、まああくまで私のね認識でいくと、まあ最短でも8月ぐらいになってしまう可能性がある。それでね、彼に初戦で展開的な面であったりね、まあちょっとした運的な要素でもやっぱり着順を落としてしまうという可能性はあるわけで、まあそもそもね、骨折休養明けで突然ね本領発揮しろっていうのもやっぱ大変なことではあるのも分かってますから、まあそれで仮にね着順回とかになってしまうとしたら、もう権利がなくてね、 JRA で走ることはもうほぼ無理になってしまうわけですよね。まあつまりはですね、もうこれは私のね勝手な思い込みだったらあれなんですけども、まあでももう3-5-4-2っていう着順はですね、まあそして相手関係的に言っても、まあ引いて目なしで言っても、私はねアイベラちゃんは十分に未勝利以上のクラスに行ける馬だと思うんですよね。そんな馬がですね、能力があるにもかかわらず骨折によってね、それができなくなってしまうっていうのはですね、いやあまりに辛すぎるとしかちょっと言いようがないですね。一応 V としてはベルトライゼンテがダービーの後になった骨折と同じみたいですね。右後ろ足副関骨の骨折と、あとは調べたところカフェファローも同じ怪我をしていたようですね。まあ一応2頭ともね、まあ、無事に復帰してね、能力を十分に発揮できてる印象はあるんでね、まあそこに関してはちょっと不幸中の幸いの部署ではあったのかなと思いますけれども、まあとはいえね、やっぱり2頭とも4ヶ月ぐらいの休養は取ってからの復活ということになっておりましたから、まあこの2頭ぐらいね、もう超オープン場で賞金十分でローテーション選べるみたいな段階だったらね、いいんですけれども、やっぱり未勝利場のね3ヶ月4ヶ月っていうのはやっぱ大きいんですよね。まあやっぱり私みたいなね弱小直中話はなかなか頭数もね持てないっていうところはありましたからね、まあしかも40口で言ったらやっぱり1、2頭の少数になっちゃって、まあどうしても1頭に対するこう執着心っていうのは
強くなってしまうっていうのは分かると思うんですよね。まあ、若干400口だったら頭数もねばらけてきて、まあこの馬がちょっと残念だったとしても他の馬が頑張ってくれるだろうっていうねところもありますけれども、やっぱ40口は40口っていう認識が、まあ、正直なくはなくなってきている。そんな中でのね、いやいや本当今としては現役で1頭しかいない馬がねこの状況っていうのは、いやもう泣いちゃうでしょ、どう考えても。ちょっと正直この2日間3日間はですね、競馬とはだいぶ距離を置きましたねと言いつつ動画は出しまくってるわけですけれども、まあでも少なくとももうちょっと一口情報に関してはね距離を置いてましたね。でまあようやく今になって4日5日経ってね落ち着いてきてはきたんで、こうやって動画にしてるわけですけれども、まあやっぱりね考えれば考えるほど、まあ出社としては寂しいですし、まあ馬自身にとってもねちょっとこれはもったいないタイミングだったなっていうのはまあ思っちゃうところですね。まあでも本当にねこれに関しては、まあ、寝違いみたいな感じだったみたいで、前日までは全く何もなかったのがね次の部屋開けて検査したら突然骨折っていう状況になってたようですから、まあ死業がない事象でもあったのかなっていうところもありますんでね、まあ、本当にそれに関してはもうしょうがないとしか言いようがないんですけれども、いや本当に悔しすぎますね。まあこれもちょっと私愚問になっちゃいますけど、本当になんかこの時の流れっていうのが悪くて、その週人気でね出資馬2頭が出走して、まあどっちもね着外っていう結果に敗れちゃったんですよね。もうこの時からかなりねマジかって感じになってたんですけれども、まあ本当とどめを刺してきたなっていう感じは受けましたね。プライベートの方でもちょっといろいろあったりして、やっぱこういう嫌なことっていうのはまあいろいろと流れがあるんだなと実感したところでございます。でまあただですね、そんな絶望的なことばっかり言われてもしょうがないよっていう話だと思いますんでね、ちょっとポジティブなその天国の面っていうのも実はあったんで、そちらをねご紹介させていただきますと、なんとですねもう一頭の40口出資馬がなんともうすでに早期入球っていうのを決めてくれたんですよね。いやーこれはね本当にまさに今からクラシックも予感させてしまうような、まあ、あくまで現時点ではね、まあ、スムーズにいっていっているといいのではないでしょうか。まあ本当キャロット大会したっていうところを踏まえれば、ヨナザンファームで初の出資馬となるこのミセルカの21はですね、まあ、ちょっと触れたことありましたけども、本当に近況の時点から私の出資馬歴代史上で一番近況内容がいいというかね、調教の感触良さそうな感じもあって期待高まってたんですけれども、まあ、まさに今回ね4月の1週目の段階での入球っていうのはやっぱ本物だったんだなっていうところですよね。もうやっぱりノーザンファームの早期の入球って言ったらね、やっぱ嫌でも毎年恒例になりつつある新馬勝ちからの重賞 G1 そしてクラシックっていうローテーションがね思い浮かんじゃいますからね。まあ、実際血統的に言ってもお姉ちゃんのミス横浜はもう6月にはデビューしてすぐ勝ち上がって、まあ、それこそ重賞でもね入着してゲオオープン馬っていうところもありますし、まあ、そこにね北サンブラックという配合も、まあ、意外とって言ったら失礼ですけども、やっぱり3区は全然クラシック早期から走れている馬多いですからね、まあ、そこら辺の組み合わせを考えると、まあ、まさにその理想的なローテーションをこれから組んでくれる可能性もあるんじゃないかなといったところでですね、まあ、あとはもう能力あるのみっていう段階までは来てるんじゃないかなと思います。まあ結局やっぱりね育成調教段階で動きが良かったとしてもね、結局最後は競馬場で走ってみないとわからないっていうところはありますんでね、まああくまでとりあえず現時点の段階ではまあ理想的なね形で来ているかなっていうことで、まあ一つの支えにはなったのかなと思いますね。まあもうこれで早期入球したけど実は怪我してましたとかね、ゲート試験全然受かれませんみたいな、まあ可能性も当然なくはないわけですけれども、いやもうちょっとそれは勘弁していただいてね、もう競馬の神様はもう許してくれって感じですね。もう40口2頭でそれ食らったらちょっと大会しちゃうかもしれないですね。まあ私は結構もう無理だったら無理ってわきまえてるところはあって、やっぱこういうの相性があると思うんですよね。どんだけ競馬好きで毎日見まくってもね、出資が向いてないっていう人間の可能性もありますから、この2頭でちょっと勝ち上がりどっちもできないっていう感じになったらもうやめようかなって思ってますね。やっぱそんな簡単にねやっていけるような経済状況ではないので、まあ、そこはねもう結果と真摯に向き合っていきたいなと思っております。
ということでね、まあやっぱりね40口っていうところもありましたし、まあもちろんね400口でもすごい実績は持ってる方に関わらずね、まあ同じぐらいの骨折のショックを受けた方っていうのもいるかとは思うんですけども、いや本当にこれはですね、やってみないとわからないレベルの悔しさと言っておきたいですね。この間コメントでもいただきましたけれども、いや本当にね馬ってこんな突然怪我しちゃうんだなっていう感じですね。アイベラなんて全くねそういった気配なかったんですけどね、むしろここまで数をそんなに飽きずに使えていけてるっていうのはどちらかというと丈夫なタイプではあるのかなって思ってたんですけれども、いやまさかの起きたら骨折は泣きましたよ。まあでもねもうこうやって嘆いていてもどうしようもない受賞ことになりますから、もう待つしかないですよね。でまあ成長段階の馬ではまだあったと思いますから、いい給与期間と捉えてですね、まあ、またね元気な姿で競馬場で走ってくれる姿を見たいと思いますし、まあ本当欲を言うならばね、なんとか JRA 未処理期間内に勝つ姿を見たいところですね。まあどれだけね無事に走ってくれることが当たり前でないのか、幸せであることなのか実感した最近でございました。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。